てみるよ。今回ご紹介するのはギャラクシー製エアボルトアクションライフルバレット M82A1。 この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、皆様デベリューでございます。はい、逆に太鼓と笛が、いやいつもの決まりがあるんですね。一応あります。はい、そうなんですね。ねえ、画角に今入ってないかな。今ちょこっとしか入ってないかな、はい、今ですね、先端が微妙に入ってないね。あんまり横行っちゃうとね、他のとこ見えちゃうんで、あれなんですけど。いや今一発目ですね、あのお昼ご飯食べて、はい、でかいね、はい、もうちょっと机ごとちょっとだけこっち10センチぐらい行くと、こっちにちょっとぐらいね、10センチぐらい行こう。どうですかね、もう一声行けますか。もう一声行けますか。はい、どうですか。あー、もう一声行けますか。あ、もう一声もうちょっと、あー、入りました。はい、全てが入りました。M82A1 だな。じゃあ、これもう挑戦もしたし、早速タイトルコール的なこう、はい、はい、はい、これ持ちません、ここに置いときます。はいはい、本日ご紹介するのはギャラクシー製バレット M82A1 でございます。はい、いや、いやいやいや、でかいね、バレット、ちょっと来ちゃいましたね、バレットが。皆さんね、これリクエストあったんで、これリクエストありました、はいはいはい、うちにもこれは入荷してたんですね、バレット、うん、で、まああのギャラクシーというメーカー、自分も初めて聞きます。はい、聞いたことのないメーカーだったので、ちょっといろいろとですね、わからないところはあるんですけど、あのバレットは正直はあのいじったことが私はないんですよ。おで、うちの工房長があの電動ガンのバージョンをね、チューンをするということなんですが、うんうん、こちらはエアーコッキング、要はボルトライフ、ボルトアクションライフに近いと、エアーコッキング式のものになっています。はいはい、ですね、まあ最大の特徴、2点あります。はい、まず1点目、はい、実はこの外装がほとんど樹脂製です。ほとんど樹脂製です。はい、ですから、こちらのね、あのギャラクシーさんのバレットさんは、はいはい、ほとんどが樹脂製です。はい、だからものすごくこう、あの重量感があって、使いづらいっていう人もいたんですね、前の。ほうほうほう、重すぎると。他のメーカーさんのね。金属のね。はい、それを、改善してます。はい、改善というかですね。なんでこの見た目に反して、後でまあ測りますけどね。びっくりな重さであるということですね。でもですね、これね、実はもう私来た時測ってるんですよ、うんうん、4キロ超えてるんですね。言っちゃいましたね。実際は4キロ、まあ、大きい分軽いとは言っても重量は、でも、実際の電動ガンの方はもう8キロ近いんじゃないか、はいはい、8キロ、うん、だから非常に重いんですけど、はい、もう一つ、はい、もう一つはですね、なんと、うん、2万円で買えるバレット、なんと今なら、たったの、1万、うちの店なんですけどね、18,980円。お安い。というですね、非常にですね、ありえない価格のバレットなんですね。まあね、やっぱバレットってこれドラマ、まあドラマっていうか映画だよね。映画出てますよね。ネイビーシールズでしたっけね。出てますよね。いろいろなものに出てますね、今ね。やっぱいや、代表的なのはやっぱネイビーシールズ。あの、前のね、元、昔のやつね。最近のじゃなくてね、50口径のあの、赤外線スコープからこうね、どこどこ、壁越しにね、人を撃つやつ、50口径で撃てっていう ね、どんどん撃てと言ってバンバン、あれ有名ですけどね。最近だと何に出てるか分かんないけど、結構アニメのキャラとかもこういうの持ってますよ ね、なぜかね。はいはいはい、はい、で、今ですね、情報があんまりなかったので自分のサイトのところを見てるんですけど、はいはい、これですね、実銃だとアンチマテリアルライフルと言われる分野です。アンチマテリアル、そうですね、これは対人などでですね、基本的に使う用途では作られてないんですね。まあね。対物ライフル、要
要は破壊ものをですね、はいはい、破壊するためのライフルなので、まあ1500m 以上の長距離射撃とかですね、はい、非常にものすごい変な場面では対人で使われる場合もあるかもしれませんが、はい、基本的にはものを破壊すると、まあ、ちゃんとね国際協定で決まってますから、はい、撃って、いや人を、まあ人を撃たない方がもちろんいいんだけど、戦争になった時にはね、はい、撃たなくちゃいけないっていう場面もあるんで、その場合撃っていい火器っていうのがちゃんと国際法上では定められているんですね、はい、ただこのバレットさんに関してはアンツマテリアルライフルということ で、人を撃っちゃいけないわけですね、本来はね。だけど、ね、まあ法的な解釈で言うとあれですね、ものこう人についてた装備を撃ったんだと言えば、まあ、通信機器をね、うん、そうそうそう、破壊したかったんだと、水筒を撃ったとか、そうです ね、銃を撃ったんだとか言えば、まあ人に向かって撃ったわけではないという捉え方ですよね、非常にそういう微妙なね、大人の事情がね、絡みますけど、絡むんでしょうけど、まあこれはエアガンでございますから、もちろんサバゲーで、そうですそうです、はいはい、もうご使用することができると、まあ、家でね、的打ちもちょっと雰囲気ありますよね、そうですね、これだけの長さ、おおおおこの長さで5メートル先の的を狙うっていう ね、ご自宅の廊下でいらないよねお父さん何これって言われた、絶対言われますよ、邪魔なんだけどこれでもう絶対言われるでしょ。で早速ね、各部の説明していきます、はいはい、今回はですね、こう前からちょっと私がこう移動するスタイルなんですね、はいはい、カメラとは動かないっていう、そうです、私がこう移動してみる、デベちゃんちょっとしゃがむぐらいでもいいかもしれない、こういう感じでね、はいはい、でバレットといえばですね、見切れちゃいますけどね、これね、最大の特徴はやっぱこのハイダーですね、マズルブレーキ、はいはい、この形がですね、バレットっていうのは非常に印象的でして、うん、矢印みたいなね、まあ、実であればね、横にこうフラッシュハイダーのものをガスが逃げると、ね、はい、はいはい、いう仕組みになってる、これを再現されてますけど、樹脂ですこれもね、おプラスチック成形で、まあここにね、真ん中引いて初心者マーク風にしてもいいですしね、まあそれかっこいいのがよくわかんないけど、ね、まあなんかちょっとオシャンティーな、はい、でこのアウターバレルと言われる部分、これは金属製です、あ、はい、質感がそこだけちょっと変わるんです、ね、違いますね、ここはでも全体的に他のとこ見てもあんまりプラ感ないですよね、それね、この距離が大事です、あー、画面上でもそんなには見えないんですけどね、これね、塗装が非常にうまいです、あー、近くで見るとね、はい、はい、艶消しの、うん、要は塗装でボコボコボコって金属風なのを出すというのができてまして、バイポッドもついてますが、これ60みたいなバイポッドだと思うんですね、 M60 みたいな、60っていきなり言いましたけど、60の方がつくんじゃないかという話だったんです、はいはい、でこれは樹脂です、商品は、あ、こちらの商品、ね、はい、はい、金属ではないんですね、ないんですね、はい、はい、でまあこれも可変式、伸ばしてですね、はい、付け替えができますが、折りたたみもできるし、その下のとこが伸ばすことも可能である、これですね、説明書だとこうやって前向きじゃなくて後ろ向きにつくよってことになってるんで、やり方を変えるとこうやって前向きにつけることが可能です、はいはい、付け替えとかしたりすればですね、前の方向にこう伸ばすことも可能です、どっちがいいんですか、あ、そっちも行くんだけどロックがされない、そうですね、はい、本来スナイパーライフルは前の方がいいと思います、スナイパーライフル以外だと後ろでもいいんですか、なんでかっていうと、こうドンってついた時にバタンって倒れないんですね、こう勢いよくドーンって地面につけた時にこっち倒れにするとパパンって倒れちゃう場合があるので、前方向に向けた方がそういう状況に合わせてとっさの時にちょっとしゃがみ目でしゃがみ目でしゃがみ目でやるといいと思いますね、打っててもね、こうどん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 打てータン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 ってやってると前のめりになってきてね、そうですね、だん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 こうパタンパタンっていっちゃう、それも良くないので向きは前向きの方がおすすめですね、はいはい、はい、で、こちら、はい、長い、とても長い長い、レール、はい、20ミリレールなんですけど、こちら樹脂になってます、金属ではございません、レールも、うん、なんでこうあまりこう強くこうグッとこう締めると、これね、締めすぎると割れちゃう原因になりますので、はいはい、そこね、気をつけて
スコープなどをつけてもらいたいのですが、カメラも新しくしたんでもっと寄ってみますかね、こうやってぐーっと、ね、デメさん一切今映ってません。あ、そうですか。レールアップですから。レールアップですか。レールはこれ上だけですかね。これトップレールだけついてるってやつですね、はい、それで、はい、今スコープをこれですね、見た目を良くするためにつけてるんですが、はい、スコープはこれ別売りですからね、本来。あー、なるほど。20ミリのレールに対応したマウントリング を利用してくれれば、はい、しゃがみ目で、しゃがみ目でデメさん使うことができますからね、これね、はい、顔全然映ってないですから。でいや、タイしか見えてないですよ。はいはいはい。で、いいですね、いいですね。こちらね、はい、このマガジン、はい、これここで映ってるのかな、これで。それは映ってます、はい、これね、これマガジン50発なんですって。このミナリなんですけど、はい、なりはね、うん、で、全マリ式じゃなくて、これバネ式、要はスプリング式なので、はい、こっから BB 弾をゴシ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 と入れてってもらえばいいんですけど、ね、はい、ここにですね、なんと予備玉入れがついてます。近くでね、はい、まあ、通常はこっからね、入れるわけですが、そうです、そこにピントが合わない、ピントがあった予備の玉が入ると、予備玉を入れられる。でもこれ随分とちょっと中あれですけど、もうね、500発近く入んじゃねえかと。あ、でもこれガシャ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 うるさいですよね。そうですね、音は簡単にしとけばいいんでしょうけど、使い始めちゃうと。で、これ予備マガジンが見えないですこれね、予備マガジンが別売りで売ってるみたいです。はい、はい、ちょっとあげますか。はい、あげました、あげました。1944円で販売してるそうです、予備マグも。で、まあね、こんだけ大きいマガジンなのでポーチとかはないと思うんですよ。はいはい。まあこれはね、ほんとポケットじゃないけどね、ダンプバッグがポーチだぜみたいな感じになるかもしれません、はいはい。で、ホップアップもついてるんです。で、ちょっと今回今ですね、ホップアップの調整の分解が今できないんですね、説明書がないのもあってですね。ホップアップはですね、ここの真上にちょうど分解しないとと、チャンバー部分、そうです、出さなきゃいけないと。おー、これは面倒くさいですね。で、0.2 と 0.25 の両方いいですよってうちのページにも書いて、これ実際試写してたので、はいはいはい、その時は非常に良かったという、良好な効きがあったということなので、もう調整はこれされてるんですけど、うんうん、このチャンバーの真上に押し付ける部分の工具が必要なんですけど、うん、マイナスかイモネジかどっちかだと思うんですけど、うん、それでホップアップの出方をですね見て、一発一発こう合わせてもらうと、はい、非常に手間のかかる作りとなっております。なるほどね、はい、フィールドで分解して調整するっていうのはちょっともう現実的ではない、ちょっと面倒くさい。で、一応ホップついてて、マガジンもですね、これね、前から引っ掛けるタイプでして、まっすぐは入らないんで、前に引っ掛けてカチッとカチッと音がありましたね。で、ここにマガジンキャッチがあります、ここ、はい、ここをこう外してもらうと、前に前から入れて後ろ、エケとかとね、同じようなタイプです。なるほどね、はい、はい、そうしてよいしょ、ここまで行きました。はい、これね、コッキング、このレバーです。はい、このレバーを、おー怖い、マガジンからだとこれダメなのかな、この状態、もう引いてある、引かれてないですね、視野かかんないですね、今かかりましたね、こういう感じで、はい、一回一回こう。そこもあれですか、もしかしてプラなんですか。プラです、折れます、多分折れます。やっぱ、まあ、僕らよく言う逆手引きと順手引きで、もうこれね、はい、順手で引こうが逆手で引こうが多分折れます。これは非常に折れる、ここの支点、これプラですから、はい、気をつけてください、ゆっくりね、慌てずに、はい、確実に引いてくださいね、これね、おこれは折れるねこれは折れるねお安い分我慢してください、はい、で、ちょっと向き変えちゃいますけど、はいはい、ここにセーフティーモードね、はい、ファイヤーしかないです。要はセミオートですから、はいはい、セーフティーとセミ、このどちらかしかございません、はい、これはしっかりちゃんとライブで聞きますので、セーフティーすればもちろん鳥が弾けませんからね、はいはい、はい、
えいしょっと。で、グリップはね、M4 のグリップなんですよね。うんですね。まんま。はい、で、ストック、こう来て、ストックは、ケツの部分、バットプレートの部分は、ラバーがちょっと引いてますけど、多分剥がれます。はい、剥がれます。多分剥がれます。はい。で、分解用のピンも一応あるんですけど、説明書読まないで分解すると大変なことになるので、はいはい、ここにもね、ピン抜くと分解できたりする、ワンタッチでできるようになってるんですけど、はい、ちょっと説明書ちゃんと読んでください。私も説明書なくて今分解できてないです。全然レビューになってないですけどね。ね、これは、飾るもんだとね、なるべく思うわけですよ、はい、で、あのね、これ一番僕が見たいのは実写なんですよ。ああ、なんかこの2万円出すじゃないですか、はいはい、約2万円出して、はい、サバイバルゲームで使える2万円っていいと思うんです、この形で、はい、そうじゃなくて2万円出して置物だと、まあね、質感がまあ樹脂だから、はいはい、置物だったらもっとね、いいやつで、これは何がメリットか、やっぱ打てるからいいね、サバイバルゲーム思ってるわけですから、はい、ホップ調整とかね、本当はね、やったらいいんですけど、これやりたくないので、うん、まあホップが今どういう感じなのかにもよると思いますし、あとまあスコープはね、まあ簡単に合わせられるんですけど、まあ段、その集団性とかね、そう、そこは気になってるっていうところがどのぐらいなのかと、はい、行きたいなと思うんですけど、はいはい、いや非常に軽いんですよ、バレットにしてみるとこれはもう、ね、まあでも軽いって言っても、あの電動ガンの次世代クラスはあるんですよ、やっぱ HK417 とか46ぐらいは、はい、見た目からは想像できないぐらい、想像すると軽いっていうだけの話であって、実際問題は軽くないですね。そうですね、はい、まあ、じゃあ、まあ一応測ってみないと分かんないですけど、ね、そうですね、もしかしたら軽くなっていくかもしれない。やっとちょっと 5m メジャーの出番が来た、うん、ああ測れるかな、足りるかい。いや余裕だね、 5m あるからね。100で、はい、40だね。140? うん、1400だからガンケースが、はいはい、すげえ限られるね、はいはい、で、これは運送会社も大変だよ、これ、これ大変だよね。長さがね、290とかだから、はい、1400で300ぐらいの、30センチぐらいの横幅がないと入らないわけだ。うちだとあれだよ、もう契約上送れない。ああ、そういう別料金払わなきゃいけない。これ、ね、でかいっすよ。パドックさんは別のあの契約があるだろう。ありますね。送れるでしょうけど、はい。なるほど。うちは安い契約しかしてないから、ね、送れないよこれ。これ音いく？そうですね。はいはいはい。じゃあちょっと。なんかね、シアのかかりがおかしいんですよね。いいですか？指のあたりでね、はい、いきます。もう一回ですか？ちょっといいですかの方に反応しちゃった。なるほど、どうぞ。97.2、結構ね、打つとこ遠いんですよね、はい、だからそんなに俺の耳元はうるさくない。じゃあ前から。ちょっとね、大事ですよ、デメリュー始まって以来の。この辺ですかね、はい、はい、100.5。うるせえ、結構、結構出てる。じゃ一応、機械音、うるせえ。コッキングの音でも拾ってた方がいいじゃないですか。コッキングの音からいくの、どれぐらいですか。93.9。結構うるさいんだよね。あの返しのカチッっていう音が、はい、じゃあメカの部分ですね、いきます。111.6。そこが一番うるさかったです。はいはいはい、はい、まあね、あの3箇所分かったのがまあ分かってると思うんですけど、はい、耳元の音、発射の前に飛んでいく音、はい、で、ね、作動して実際ピストン叩いてる時の音というのを大体ですね、ここら辺に機関部があるわけですからね、はい、ここに ね、うん、ね、やってみましたけど、あのね、これ樹脂の割にね、うん、がっちりしてんのよ。うんうんうん、樹脂ってクタクタなイメージあるじゃないですか。はいはい、それがね、なんかきしみがないですね、ないのよ、あんまね。
これはアウターバレル自身も結構、うん、片付いてますね。ギリギリギリ、そうですね、そうです。アウターバレルね、若干片付いてるね。ああ、うん、でまあちょっとレビューらしいことっつったらね、ここが金属になってる分、タレという部分には非常に強いんですね、はいはい、どうしてもこんだけ長いとね、そうです、プラスチックだけだとこう垂れてきちゃ う、 こう重量で前に下がっちゃうのが、軽減されるという、そこを考えて作ってるんでしょうね、作られてるんでしょうね、でまあバイポッドがね、うん、樹脂だっていうから、ねはいはい、ちょっと無茶すると割れちゃうんですけど、今これはね、うん、ちょっと違うんですけど、うん、今違うんですこれ、あこれね実は今は金属なんです、ああこれ別のつけてんのね、そうですね、はい、販売してるのは樹脂だと伺ってます、はい、今日それでもし金属だったら、僕の店のトップが悪いです朝僕に言いましたから、これは違うのついてるけどっていう、あね、だからあと画面上の質感ももしかしたらこのバイポットはちょっと色合いが変わってるかもしれないですね。でバレットのバイポットって、うん、他のメーカーさんのかなり折れたんですよ、うん、細い部分があって、うん、これはですねそこまでまだデータが取れてないんですけど、まあ折れにくくはなってると思うんです、これ M60 の、まあ、プラだとどうなんだろうね、そうですね、ここがどのくらいの強度があるのかわかんないですけど、重量が支えられなくて折れるってことはないと思うんです、うん、これ自身が軽いので、でまあ今実際に測りますけど、ちょっとねやってみましょうか、はい、測ってみましょうか、吊るすんですよね、そうですね、午前中ね簡単だったんですよ、吊るすのが、頑張ってくださいマックス引きしてますね、もう一つこっち側にずれていただいて体を、この安全ピンは全く何も関係ないんですよ、そうです、吊るすにしてもね、持つかな、持つかな、樹脂持つか、持たれるか、いやいや、持たれるかそういうことじゃないこれね、牛持つか、何なのかいきます、はいはい、あ、無事だ、止まらないんじゃない、頑張ってください、頑張って止めてください、もう一番の店、あ、止まった止まった止まった、止まりました 4.430 4.4 キロです、はいはいはい、はい、すごいでしょ、 HK417 とこのガタイがあるのに HK417 より軽いんだよ、うん、これはすごいよ、樹脂でできてるからといっても、はぁ、あ、いや、重いわ、重いでしょうね、はい、でもバレットが好きな人にしめれば、じゃあ私この後打つんですかこれ、打ちますよ、カメラ越しに、ちなみに打ちますよ皆様にお見せできないの残念なぐらい、あ、僕は確実な実況をねしたいと思いますから、うん、これは座って打った方がいいないや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 、皆さん立って打たれるんですかボブは立ちます僕は座ります座っても面白くないんじゃないですか、やっぱ精度が大事ですからね、じゃあみんな座った方がいいんじゃないですか、じゃあ立っていきましょうはい、まあこれは座ってってもいいんじゃないのみんな、はい、じゃあまあその辺どうなってるかっていうのも、ね、まあ楽しみにして、向こう行ってからのお楽しみっていうことで、で、今僕はこの外装はもうもうバレットで今まであったものなんで面白くないと思うんですね、逆にね、樹脂になってるとかそういうところだけは変わってますけど、うん、俺はこれがサバイバルゲームで使えるのかというのが、うん、ここはデメ流の何ですかね、ポイントにしていきたいところで、真骨頂、うん、実際にサバイバルゲームで運営できるのか、はい、できませんいやできなくはないんで、ね、折れちゃうかもしれない、一応で、まあ、だから壊れてもいいと、使い捨てたくらいの感覚で言えば、いやどうしても使いたいと、じゃあそういうね、はいはい、特殊なユーザーの方に、はいはい、満足してもらえるようにですね、はい、実写いきましょう、お、あまりこう喋ることがないというのが正直なところで、まあもうほんとね全部包み込まれて、なんですかね、重機的な魅力は僕はあまりないんですよ、はい、ブロックブロックこの前とかもね、だってハンドガードのこの前も塞がってるもんね、塞がってます、
これ本来は開いてますからね。開いてないとおかしいんだけど、まあこれアウターバレルを多分そうですね、ギュッと絞りたいからはい、押さえてるんでしょうね。すごい作りですよね、逆に言えば。そうね、芋ネジが時間出てたりとかね、はい、ちょっとこのパーティングラインが汚かったりとか、エジェクションポート的なところもなんか覗けちゃってますもんね、後ろの方。そうですね、まあ、この辺のエジェクションポートもなんかちっちゃくないですか。いや、サイズ足りてないよね。シリンダーみたいに出ちゃってます。こっからでもう排気はできないじゃない、この大きさだと。こんなもんでいけんのかな。これぐらいあれば大丈夫でしょ。いや、長さと厚さ、厚さはダメかもしれないね。これちょっと出ない、もうちょっと広くないよ ね、もうちょっとなんか広くないと、これぐらい、こんぐらいまでないとダメだよね、うん、ガシャンと。これは何人か、まあ、その構造上の理由で今こうなってるんでしょうね、まあ、多分これでしょう ね。このレバーがやっぱ広いとガタついて遊んじゃったりするから、ちょっと絞る、うん、この辺だけでも金属にしてくれればね。そうね、引くときに ね、はい、まあ実車行ってみましょう、はい、やってみましょう。はい、それじゃあシューティングレンジの方でどうぞ。はい、どうもデビリューでございます。アイスケーテップのシューティングレンジからお届けしております。本日のですね、ゲストの方なんですけども、あら、奇抜なファッションが目立つ方ですね。ボブさんという、それではですね、ボブだぜ、この部屋これから始まっていきたいと思います。ちょっと変わったテイストで入りましたけど、ご存知のある方いらっしゃると思います。はい、あら、この人何を捨てるのかしら。からしとか水胡椒とかのパウダーのものを買ってこないといけないです。効きすぎた。効くんですね。効きます、効きます、すげえ効きます。そうなんですか、はい、心と体のエナジーズも元気になってますか。元気になってます。そうですか、はい、よかったですね。やばいよ。最近あれだって聞いたんですよ、ブライアンが取り上げられたって。そうなんですね、まあ、チャレンジ失敗ってことで。あ、そうなんですか。抑えるためにそれはどうでもいいですね。はい、それでですね、今回のゲストは、はい、ボブさんではございませんね、はい、こちらはおまけみたいなものですね。実際のゲストはですね、ギャラクシー製の M82 バレットでございまして、ね、こいつか。このバレットさんの、弾速、うん、弾道、ホップ、はい、いろいろと検証していきたいというのが、はい、一応こっちに一回、はい、うん、ボブさんですね。皆さん、ちょっと避けるからね、はい、よいしょ、まだいいよ。なんでこのスタイルかというとですね、今回は立車ではなくスタンドでもなく、一緒でしたね、立車とスタンドでも立車でもなく、座位、座車、座車、座位ってちょっとまずい。引いていいですよ、前に持ってくると入りません。引いていいですか。座って、はい、こちらの方でよろしいですか。もうちょいアップ目で、アップ目で、はい、もうちょいアップ目で、アップ、アップ、こっちか、こっちのアップですね。アップっつったら普通上でしょ。いやー、これはですね、本日5本目です。はいはい、だいぶ疲れてきてるもいますし、座ってちょっとですね、はい、スコープも乗ってどっしり構えていきたいと思います。はい、じゃあ断続測定いきますからね。はい、じゃあ置いて、置いちゃっていい。はい、じゃあ前行ってください。はい、0.2g の BB 弾で断続の方を測定していきます。ちょっと長いね、ね、いつもとは違った測定方法です。じゃあかざしますよ。こういうパターンで、はい、こういうパターンでいきます。はい、いきます。はい、61点、ちょっと違うと思う。24ですね、今 61.24 です。もう一回、了解です。よいしょ、いきます。はい、 60.81 です。 60.81、 こちらです。スタイル OK、 スタイルだろ。はい、すいません、飛んでるね。はい、まあね、もう一回いきましょう。はい、62、62、ジャスト60。もう一回打ってみましょうか。はい、お願いします。
でも60代で安定しちゃってますね。当たった。はい、行きます。当たってるね、僕。はい、行きます。動くなよ、お前動くなよ、お前動くなよ、お前動くなよ。逆って逆って言うの、逆って言うの。はい、どうぞ。すいません、開きました。61.83、 1.83 です。どうなんでしょうね、これ正式なんでしょうかね。他にデータもらいたいですね。はい、はい、ちょっとね、低いですもんね。データ欲しいですね、他の人も持ってるんですね。じゃあぜひコメントいただきます ね、 参考になりますんで。ボブタテいきますか。はい、ボブタテでよろしいですか。了解です。これは事故本当に起きるかもしれません。この盾使います。さっきね、大丈夫、防弾盾で、いや防弾盾に当たってくれればいいんですよ。大丈夫です。あ、大丈夫ですか。僕はあの一回こっち低めの方がいいですかね。あれ、僕今気づいたんだけど、ブライアンすごいところいるね。誰かが置いてあるんですね。ボブ、避けるとブライアンが壊れる。そんな、そんなことはさせん。これで受け止める。じゃあ、行きますよ、ボブ盾。はい、スコープね、見ないんだよね。スコープ見ないよ。行くよ。おう、えい、あぶね、下ですね、ちょっと。あぶね、あぶね。はい、もう一回。えい、えい、うん、ちょい上か。あ、いいぞ。来ました。えい、えい、おう、いいとこ行きますね。あ、いいよ。はい。どう、最初は下の方行ってましたが、途中からはカメラの方にしっかり当たってよっしゃ。イエーイ、しっかり当てられてると。どうなんでしょうね、これ8センチでいいんですかね。でスコープがあれなのか、スコープじゃ見れないんですか。見れないんですよ。でもここであえてやるのが8センチ、はい、これがデメリュート。じゃあ8センチ、コッキングは軽いんだけどね、非常にね。ガッシャンガチャン。ただね、力強くいくと折れちゃいそうで怖いんですよ。あ、うん、ブライアンいっちゃうね。ブライアンいっちゃうね。うん。上で。なぜブライアンがあそこにいるかというのは、前回の、ピピ地球をご覧いただければと思います。いや、ブライアン、お前のソウルやばいな。あんなところに設置されてるわ。じゃあ、ではですね、スコープは一応合わせたんですけど、はい、当たるかな、やってみます。はい、はい、ハイレリーフ悪いな、位置ハイレリーフの位置が悪すぎる。あ、見えた。いきます。はい、当たった、はい、当たった。あー、びっくりした、当たった。見えてないね、今アップグレードで。あのね、スコープ低いんだよね、首曲げねえと見えねえんだよね。この打ち方絶対良くないんだよね。まあ当たりますけどね。デルさん超ドヤ顔。本命弱くなる。弱いですね、ちょっとね。なんか山なりな感じが。山なりね。これね、これはね、ボブちゃん当たんなくても僕は君を責めないだろう。マジか。
もしかしたら逆にこっちの方が当たるかもしれない。これね、もしおボブチャレンジてれてれて3発打って3発打って、あボブちゃんの神して、はい、1発でも、うん、フルマークは多分無理だと思って2発当てましょう。3発中3発中2発、そしたらブライアンを君の元へ返します。釈放してくれるのかブライアン。まあまたね、犠牲になるかもしれないから。え、ちなみにこのチャレンジ失敗するとトミーも離れます。マジかマジかよマジ。とりあえずそこだけお伝えしたいと思います。3発中2発当てればいいです。スコープ通りで大丈夫です。スコープはやるぞ。とりあえずやってください。さあボブちゃんはトミーをかけた大一番、パーツ実況は私デメがやらせていただいております。解説の浦和さんどうでしょう、ブライアンとトミーがかかった大一番となりました。長いですね。さっき見えたのこれね、スコープが思いのほか見えないんだ。ちょっと待って待って待って。これね、多分本気でね、スコープ見えないんですよ。首を相当曲げないといけない。こんなにしないといけないんですか。スコープの高さって非常に大事ですね、やっぱりこういうのね。あ、ここかかっこいいですね。ローはね、うおーい、あ、くそ。あと一発当てればブライアン。おお、ブライアン、やりました。いや、これは、いや、これすげえ維持をするのが難しい。スコープのね、あ、結構合ってるんですね、じゃあ。おお、あれですよ、フルマークですよ。いや、正直に言っていいですか。はい。スコープの調整が良かったと思います。あ、びっくりしました。あの構えづらいのでフルマークすると思わなかった。スコープ合ってきちゃったの何。いや多分ね、大体は合ってるんですけど、あのアンダーアーマーの T シャツのマークを僕は打ってたんですよ。あれよりターゲット大きいんで、あ、当たるんだな、はい、でここでエディ・ロミーがですね、はい、まさかあのボブがフルマークです。3発命中率 100% っていう。いや、怖いっすね。いや、怖いっす。左利き、左利きしてなかった。あー、そうですね、右に引かなきゃいけないんですね。もうちょっと左行ってください。あれ、苦労するんですよ。スコープがね、低すぎるんですよ。首をすげえ傾けねえと、もう真横みてえな感じでやんねえと。ちょっとボブさん饒舌ですよ今。多分これはコメントいっぱい来ますよ。ボブマンじゃなっていう。ボブマン。ボブマン。三発です。はい。おい。お、さあ次で満車です。はい、来ました。いやー、とりあえず満車という形でね、3発ですからね。浦和さん、これどういきます。私はじゃあどうしましょう。どう打ちます。削除ですか、やりますか、やりますか。普通に言ってもいいんじゃないですか。普通に言っていいんですか。いいっすよ。あ、いいっすよ、どっちでも。じゃあちょっとカメラ上げちゃいます。ただあの問題はね、
立つと多分スコープ完全に見えない。なんとかなるんじゃないですかね。カメラを。じゃあ一回脚立っ畳みます。立って打つとしたら脚がちょっと。あ、脚どっちでもいいんじゃないですか。大丈夫ですか。うん。多分そんなに影響は。皆さんごめんなさいね、画角が随分なんかあっちたりこっちたりします。いやボブさんが当てちゃったから、じゃあこの時間を利用してトミさん、はい、ブライアン回収してきてあげてください。はい、うん、いやつまんないですね、当たっちゃいましたね。なんでそんな残念がってんですか。いや僕はド S なんで。うん、それ分かってるそれ分かってる。ブライアン変換式を、いや、まあ、もうこちらの方に置いておく。大丈夫ですか。はい、うん、ストおい雑。ああ。これでちょっと私はどうぞ。よいしょ。来ました。ああ。すげえことに。いや。本気だねこれ。そう思った通りのコメントだな。どこでやるの？アンテナ外すな。アンテナ外すな。デミちゃんがいたずらするな。全く僕今覗けてないんですか。覗けないだろうね。どうやって覗いてたの。だって立所でやるっていうから。あ、もっと多分もっと引かなきゃダメ。いや、もっと引かなきゃダメ。え、あれ見えたけど、見えてないもん。だって俺肩でストップつけてないんだ。見えてないに等しい正解ですよ。すごい、ドレス的な笑いしてるもん。ギリギリって。ああ、外しましたか。三発持つのだろうかという。逆に弾道読みにするとかスコープを使わずも。弾道読みでいきましょう。読みないと。あ、弾速が遅いから結構見れる。出やがった。あ、スコープみんな見えるからちょっと。はい、ちょ。スコープ長くない。多分。長くない。まっすぐに向けないと見えないでしょ。ここら辺ですかね。ここら辺。いや。これ覗けるか。やく。こうす。取れねえんじゃねえか。センター。センターはあなたが指示して、そうすると僕らはそこに持ってくから。
あそこ低いけど、距離が多分ありますね。ゲームでは一応使いますけど、まあ、この重さ、長さ、取り回し、あと弾速か、プラマイして、じゃあ使えるかと言われると愛イコール愛っていうね、かなり厳しいかなっていうところはありますね。まあ、これもリクエストいただいた商品ですからね、あのやらせてもらいまして、これ面白いじゃないかと思ってやってみたんですけど、非常にこの、 あの性能というかですね、スコープのせいで僕らやられた感が強いですね。うちでとりあえずつけたスコープ、マウントリングの低さ、ちゃんとマウントリングは自分の体に適合したものをつけてくださいね。はい、はい、で、ね、こちらコメントいただいてリクエストでやらせていただいております。でどん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 コメントいただければと思います。結構ですね、あの口数が少なってきた時間です。一番初めて押してます、こんなにね、元気も寒さも体力も全て取られてきております。元気出していきますよ。はい、はい、元気なんです、ボブちゃんがね隣にいますけど、動画ですね、追ってっていただいている方いらっしゃると思います。その時にですね、チャンネル登録というのをですね、ご一緒にしていただければと思います。はい、皆さんぜひぜひお願いします。それと高評価も、スタッフ募集ですね、これはあのボランティアになってしまうんですが、ボランティアですね、下のゲストの今ですね、アイスカイさんのこう、お客さん来たよっていう合図の音がですね、ペンポンペンポンっていうね、ちょっと電池切れの音で笑ってしまったんですけど、そうです、スタッフですね、デメリューを手伝ってくれたり、ボブチャリを手伝ってくださる方募集してますので、ぜひぜひお越しください。いろいろとまたね、 AD の方からアシスタントしてもらってからという形ですけど、お願いします。はい、じゃあいつもの決まり文句まで行きました。で今日はパレットの、まとめですね。価格は非常に安い、重量も普通のバレットに比べれば相当軽いというイメージなんですけども、まあ、サバイバルゲームでですね、使うにあたって2万円ぐらいのものなので、まあ、多少傷ついてもいいやという割り切りで使えるかもしれません。で、ホップアップはですね、ちょっと詳細は細かく調整しなきゃ分かんないですけども、まあ、あんまり効きが安定しなかったのかなと今回打ったのが。で、あとは弾速が非常に60台だったので低いなとは思いましたけども、まあなんかいろいろいじってみると弾速は戻せるのかもしれません。うちではちょっととりあえずその目処が立ってないんですけどね、まあ見た目重視ドカッと、アンチマテリアルライフルを手にしてですね、サバイバルゲームで遊んでみていただいてはいかがかなと思います。はい、まあなのでね、あのボブちゃんがフルマークしましたから、とりあえずは精度はそんな問題ないのかなと、逆に問題あるのかもしれない、フルマークしてしまったってね、そういうこともありますが、ぜひ参考になればと思います。あそこそういうのちょっと気になりますね。これを見てですね、もし興味があったらご検討してみてください。はい、はい、それではバイデメ、バイデメ、よかったね、ブライアン戻ってくるよ、嬉しいっす。